皆さんこんにちは。一心塾の森島です。今世界は大きな試練に直面しています。この試練は私たちに何を呼びかけているんでしょうか。そして私たちは何をすべきなんでしょうか。歴史を振り返っても人類は数々の試練と直面し、そしてそれを克服し、社会を進化させてきました。この難局、志を生きるチャレンジで皆さんと一緒に乗り越えていけたらと思っております。私たちは組織人である前に一人の人間です。この場では一市民に立ち戻り、もやもやの思いでも社会に向き合い、数々の社会実験を重ねてまいりました。どんな立場にあろうと、スキルがあろうとなかろうと、もうどこからでも体当たりで社会実験を重ねて、そして私自身もその一つ一つに立ち会わせていただく中で、今確信を持って言えるのは、すべての人は志を生きられる、この言葉なんです。日本は中央集権社会、国、地方自治体、国民、ピラミッド構造、トップダウンですね。中央集権の一番の弊害はというと、現場では素晴らしい知恵を持った市民の方がたくさんいらっしゃるわけですが、その知恵が為政者に届きません。ここで断絶しちゃってるからですね。それを違う言い方すれば、官僚主導型社会とも言えるのかもしれません。そして今、新型コロナへの対応も、そして様々なフィールドでパラダイムシフトが起きていますが、その時代のスピードについていけない日本というシステム、そして国民一人一人の意識はというと、志を生きられるのは一部の限られた人たちだけ。つまり国づくりに関われるのは政治家や官僚や大企業トップの人は関われるけれども、普通の私たちは関われません。ましてや志なんて生きられませんと思い込んじゃってる。いや、本当は素晴らしい知恵持ってるにも関わらずですよ。その国を新しい国に目覚めさせる、そのスイッチは何でしょうか。皆さんです。皆さんの志を生きる一歩が大きなスイッチになるんだと思います。一人の志を生きる目覚めは、その人の人生を変えるにとどまりません。家族中に連鎖します。あるいは会社中に、あるいは地域全体に。それはここでも続々と起こっていることなんですね。そして今、答えがない時代に突入。皆さん、掛け合いがない知恵をお持ちですから、みんなで知恵を持ち寄って、みんなでビジョンを描いて、個人が表舞台に出る、そうした国づくりもあってもいいと思うんです。それをここでは生活者主権の国づくりといって、25年間実験してまいりました。そして今、社会はパラダイムシフト、そして私たちの生き方もこれまでの延長線上というわけにはいかないでしょう。そしてこの場には、これまで25年間の間に5000名以上の塾生の方に集っていただいて、もう様々な世代、様々なバックグラウンドの多様な方ばかりなんですけれども、あえて共通点を挙げるとすれば、もっと社会のために、もっと自分のミッションで、志を生きる人生にギアチェンジするタイミングの方が大半であったんだと思います。時に2度目のギアチェンジの方もいらっしゃいました。ただ日本社会においては、志を生きる人生にギアチェンジしようとすると、それにブレーキをかける空気が蔓延しています。志の芽を摘んでしまうんです。あるいは自分でも他人と比較して、自分でブレーキかけちゃう。あるいはトップダウンの組織の中では、そもそも自分をさらけ出せません。そうした中、志を育む風土作りをやってきたわけですけれども、一心塾で生み出したその風土は、日本の空気とは全く対極のものでありました。この風土の中にいますと、志を育むスピードはもう数倍加速化しています。
そして時に現場に出て、せちがらい風にも当たりながら切磋琢磨し、現場に志の根を張り、そしてミッション基軸のプロジェクト同士と共同しながら、ボトムアップであらゆるテーマ、あらゆるフィールドで生み出してまいりました。すべての人は志を生きられる、この試練の時代だからこそ、皆さんと一緒に新しい地域づくり、国づくりにチャレンジしていけたらと思っております。